誰の？すごいっすよ。超クリア。マジっすか？で、俺のくすんだ心もあれっす。いや、これいきますよ。ああ、あとでじゃあ吹きかけてくださいもん。ドス黒くなってるんだもん。なんだろ。あ、見たことある。うん、誰の？誰の？青木さんが作ってる。製造元は青木製作所とか書いてます。もう乗られちゃっても困っちゃうんですけど。指紋もつかないらしいです。マジですか？これあれですか？しばらく置いて。通販やります？なんかそう。楽しみっすね。仕上がりが。もう5年ぐらい乗ってらっしゃるからね、このクラウンも。ミスタークラウンさん、半田さんもね。勝手に名前つけて。渋いっすよね、これね。あと何分ぐらいよ。わかんないっすか。すごいアイテム持ってんじゃないですか。どんどん浮いてきてますね。多分拭き取ったらもう結構なりそうなの。楽しみですね。ビフォーアフターね、取ってありますから前に。あくさんあれセレシオンミーティング行ってんかなって言わなかったんですよ。なんか あるらしいですね、セレシオンミーティング静岡の方で。静岡だから誰足柄？足柄？ちょっとどこだか場所はわかんないですけど。誰だっけ、あのいつも来てるサンマル天気の。ええ、あの方とか行ってみて。あの女性の方とか。あの夜です。足柄バーキン。じゃあ何、クラウンでね、スルメますね。ノーマルも並べるかって。でドンキにいつも置いてある。ああ、いいですよ、綺麗ですよ、結構塗装も。なんかだいぶ色変わってきたもん。今どのぐらいと3分結構撮ってるっす、ね、じゃあ大丈夫じゃないですか。よく売ってないっすね。売ってない。ダメだったらもう一回ねさせていただければ。ちょっと行ってみますか、そろそろね。さあもっ、でもすげえ綺麗っすよ。最初と違います。超綺麗になってない。これ専用ですか？ライト専用。いろいろ使える。全部外装全部使える。人間も使えるんですか？人間もギリギリイケメンになるとかない。艶が良くなるんですか？どうですか、クリア感は。結構出てる。さすが。この辺にザラザラも落ちるんですよ。あ、ライト全然変わりますもんね、クリアになると。ああ、比べればね、このクリア感と。クリアになってない。すげえ。なりました。変わりました。おお。よかったですね。結構たっぷりかけるんですね。たっぷりめ、注ぐのたっぷりめですか。え、ノリ笑ってですか。あれ、どっちですか、上ですか、下ですか。あ、下の方で、ね。
あれ、住所が下妻とかじゃないですか。おお、拭き取り方うまいですね、やっぱ。慣れてるというか、いろんな意味で。いろんな意味そうですか。ああ、うまいわ。さすがっすね。違いますね、できる男は。いえいえいえ。ああ、でも、綺麗ですね。全然綺麗だった。あら、こっちの方があるんですか、クリアは生きてるのかな、ね、うわ、綺麗。すげえ綺麗になったよね、これね。結構地形で。ね。極みなくなったっすよね。あ、もっと極んでたんですか。同じになってる。すごいですね、これ。お買い上げですよ、これ。いや、これマジすげえ。超綺麗になってんじゃん。うわぁ、やばいっすこれ。いいね。青木さん、こんなプロデュースしたの。え、プロデュース。そうっす。すごいな、プロデュース。いや、なんか来たことあるかもしれないけど、何売ってたかってちょっと全然あれ、これだと思うんですよ。あ、それ、あ、それドンキで売ってるみたいな聞いて。わー、うん、実演販売してますこれ、これをライト綺麗にして。これですか。知ってます。なんかでどこ、ネットで見たことがある。よかった、綺麗になってね、ハンドソンね、よかったですね、うん、5年ぐらいもクラウン。あ、これビフォーアフターですか。ビフォーアフター、すげえ綺麗なんです、これ。青木さんもちょっと嘘ついたんですけど、水を使わない。500円とかいつも水使わないんですか。倍の倍だった。先週そうなんですよ。だからボディにも使えるんですよね、これね。ガラス取ったの全部使う。しかもガラスで指紋つかない。へ、心も綺麗なんですよ。心も。そう、だから俺うってつけだなと思って。はい、あとでやります。